みんな頑張れ。大阪市西成区、ここに日本でも数少ない珍しいアートが。八条工房、ここお入りします。はい、失礼いたします。こちらは八条昭二さん67歳。40年以上描き続けているのが、あらら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 、あらグラディエーター。そうです、もう大好きな映画でございました。これは何なんですか。新世界のね、はい、あの映画館の正面に掲げる看板なんです。そう、八条さんは手書きの映画看板を描く映画看板絵師なんです。懐かしさっていうと失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、映画館ってこれだよねっていう、ワクワクするいうかね、印刷物とはもう全然違いますわね。手で描いたものはね、本当です、本当です、個性的なんですかね、やっぱりその描く人によって全然違ってきますので、ね、はい。そんな八条さんの手書き映画看板は、大阪のディープな下町新世界にある老舗映画館に掲げられています。これまで手掛けてきた作品を見せてもらうと。何ですか、ここは。ここはちょっと残しとこうかなと、看板残してます。ちょっと待って、トップガンデレッテテレテテレッ、もう、うわ、ランボーですよね、これ。そうです、シルベスター・スタローンの目、もうあの右目すごいですね。全然写真とまたちゃうでしょ。全然違います、ね、うん、これはだってすっごい有名な映画だ。そう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 。でこの何がすごいかっていうと、この炎が、まずこれは写真で伝わってくるんです。こういう写真があって、それ見て描いてるんじゃないかね。もうこれはもう自分の、じゃあイメージなんですか。そうです、そうです。映画のポスターをそのまま描き写すのではなく、八条さんが持つ映画のイメージを描いているんです。なので背景やデザイン、色使いや文字の形もオリジナル。そんな細部にまでこだわった映画看板を毎週数作品一人で描いているんです。サイズは大きいもので横幅3メートル以上。映画館に持ち運び付け替えるまでが八条さんの仕事です。八条さんファンとかいるんじゃないですか。八条さんのこの絵を見たいって。人力車に乗ってね、ほう、大阪でもここだけのね、ほう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 、手で描いてる看板ですよ、おいでね、はいはい、コースになってるみたいで。あ、ツアーのコースになってる。そうじゃあ八条さんを見に来るツアーじゃないですか。レトロな魅力につい立ち止まる人や、写真を撮る人も。それにしてもなぜ八条さんは手書きの映画看板を作り続けているのでしょうか。大阪の街で40年以上手書きの映画看板を描き続けている八条さん。ワクワクするいうかね、印刷物とはもう全然違いますわね、手で描いたものはね。そんな手書きの映画看板を掲げているのは、ディープな下町新世界にあるこの映画館だけ。大阪のにぎやかな街にはインパクトのある手書きの看板が合っている。そんな館長の意向で今でも八条さんに依頼しているといいます。かつて映画看板は手書きが当たり前でしたが、現在では印刷技術の進歩などにより衰退。ではなぜ八条さんは手書きを続けているのでしょうか。父親がそういう映画看板制作会社に勤めてたんですけどね、はい、独立するいうことでね、父親が、はい、で一緒に手伝うことになったんです。弱い絵にならんようにね、弱い絵、親父によう言われてました。迷わずね、うん、怖がらんとボンボンと絵の具でも浮いていき言うて、
絵の師匠だったお父さんは自分らしく看板を描く大切さを教えてくれました。しかし17年前にお父さんが他界、手書き看板の仕事が減っていた中での出来事でした。父親が一生懸命好きな仕事でやってた生業のこの映画看板の仕事をね残したいからね、さらに投げて他の仕事という考えはなかったですね。はい、映画の絵描きとしてどういった夢継続をしていきたいと思っていらっしゃいますか。私みたいな手書き看板がなくなってからというものはその存在しないわけやからね、はい、映画の看板自体が、はい、だから多少なりとも2階とかにちょっと残して、自分なりにね書いてね、残したいなとか思ってるんです、はい、こうやって松岡さんにインタビューしていただいてね、はい、親父もね喜んでると思います。